ジェニュインは日本の競走馬、種牡馬。馬名の由来は正真正銘の本物のを意味する英語から、藤木石、田安剛と並び、サンデーサイレンスの初年度3区を代表する一頭である。主な勝ち鞍は、1995年皐月賞、1996年マイルチャンピオンシップ。八代台レースホースの出資馬であり、募集価格は4000万円、20口。なお、馬齢は、旧表記、数え年で統一する。調教師の松山康久によると、幼少時は骨格が大きく、他の馬とは明らかに異なる特徴をしていたという。1994年9月に、ジェニュインは松山厩舎に入厩。デビュー前に、調教のために騎乗した岡部幸男が、痺れたとコメントするなど、関係者の評価は高かった。ジェニュインは1994年10月15日、東京でデビュー。デビュー戦こそ2着に敗れたが、2戦目の未勝利戦を勝ち上がった。陣営は朝日杯3歳ステークスへの出走を目指したが、旧節に異常が見られたため、同レースへの出走を回避して、翌年に備えた。1995年に入り、セントポーリア賞、500万下条件戦と、皐月賞トライアルの若葉ステークスを連勝した、ジェニュインは、皐月賞に挑んだ。この年の皐月賞は有力馬の藤木石と成田キング王が故障により出走できず、本命馬が不在と言われる中、ジェニュインは単勝3番人気に押された。レースでは、ジェニュインは2番手から直線で抜け出す内容で優勝。重賞初制覇とともに GI 初制覇を達成した。続く日本ダービーでも2着と好走したが、陣営は真面目に走りすぎるジェニュインの気性から距離適正に限界があると感じ、秋はクラシック3冠目の菊花賞ではなく、秋の天皇賞を目指すことになった。夏を休養に当てたジェニュインは、京王杯オータムハンデキャップ2着、毎日王冠6着を経て、秋の天皇賞に出走した。レースでは、2番手から進み直線で先頭に立ったが、ゴール前で桜千歳王に花咲かわされ、2着に敗れた。続く、有馬記念では、騎乗した岡部曰く、風が強かったために、ジェニュインのテンションが上がった影響から、マヤのトップガンの10着に敗れた。ただし、岡部は、後日、敗因は、距離の壁であるとし、東京の2000メートルでいい勝負ができたから、中山の2500メートルでもなんとか、好走できるだろう、という人間サイドの欲が出たと語っている。翌1996年、春シーズンにおいて、ジェニュインは、中山記念は、桜ローレルの2着、安田記念は、トロットサンダーの4着に敗れた。秋シーズンは4ヶ月のブランクを経て出走した秋の天皇賞で14着に敗れた後、マイルチャンピオンシップを優勝し、GI2 勝目を飾った。マイルチャンピオンシップ後、ジェニュインは、有馬記念に出走したが、14着に敗れた。翌1997年、ジェニュインは安田記念から復帰したが、大気ブリザードに首させり負けて2着に終わった。秋シーズン、ジェニュインは札幌記念4着、毎日王冠5着を経て、秋の天皇賞に出走したが、デッドヒートを繰り広げていたエアグルーヴとバブルガムフェローの2頭から約5馬身差の3着と完敗。連覇を狙ったマイルチャンピオンシップでも9着と敗れたため、競走馬を引退し、種牡馬となった。調教師の松山は、競走成績はその時の旧節の状態の良し悪しに左右されたとコメントしている。引退後は、八代台スタリオンステーションで種牡馬入りし、初年度は122頭に種付け。その後も4年連続で100頭を超える種付けをする、人気を得る。2000年の種付けシーズン前にレックススタッドへ移動する。2001年から2004年はシャトル種牡馬としてオーストラリアでも供用される。現地では産区が好評で2004年は日本へ帰国せずオーストラリアでの未種付けするほどであった。翌年も滞在予定であったが2004年デビュー産区のドンクールがデビューから4連勝しジェニュインの種ボバとしての人気が国内で再び高まったことから、2005年3月に急遽帰国。種付けシーズン途中での強要ながら144頭に種付けする人気ぶりであった。その後オーストラリアに残した3区からニュージーランド産馬ポンピルーラーが日本の3区に先駆けて 5G1 オーストラリアンカップを制覇し G1 馬の父となった。一方で日本では中央の平地重賞勝ち馬がメイプルロードのみと期待ほど走らず日本に帰国以降も期待のドンクールは成績が頭打ちになるなど、3区成績は散発的に地方競馬の重賞勝ち馬を出すに止まった。2009年には種付け頭数が一桁になり、種付けシーズン後にレックススタッドを対馬や白老ファームを経て社台スタリオンステーションに移動するが、種牡馬として強要されることはなかった。種牡馬引退後は新田牧場に移動し、その後再び社台スタリオンステーションに移って余生を送っていたが、2015年1月19日に放牧中の怪我により死亡した。母クルーピアルディはアメリカで13勝。甥に2007年の菊花賞馬浅草キングス、叔母にカナダで10勝2勝のプレミアクエスチョンがいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。